訓練。私の方の準備はできてるわよ。そういえば、スキル系統について聞きたいんだけど。試しにいくつか習得したけど、見てくれない？何よ、問題があるの？私にデュエルや PK なんてしないでしょ。ならいいじゃない。ほら、面倒だからさっさと見て。言われなくても最初からそのつもりよ。はい、ここだから。ん？それ取ったらまずかった？それっていいことなの？何かの役に立つ？まだ何かあるの？これ、私も知らない。昨日は習得リストになかったし。射撃ってことは、銃とか。このスキル気になったから。でもとりあえず何も起こらないわね。こう？ねえ、どこに行くの？
そんなとこ何しに行くのよ。なるほど。なんかあんた生き生きしてるわね。まるで自分のことみたいに。少しね。まあいいわ。私もちょっと気になってきた。私の新しいスキルのこと。お、ついたみたいね、骨董品屋。ここ、本当に営業してるの？いらっしゃい。私一人だったら絶対入らないわね、この店。今のところ本当に役に立たないものしか転がってないみたいだけど。これなんか珍しいんじゃない？まあ、そいつは弓だな。数日前に偶然手に入ったんだ。珍しいものだが役には立たんよ。それ、私に持たせてくれない？うん、持てる。撃てそう。何？高いの？仮はあまり作りたくなかったんだけど。そんなのどっちでもいいわよ。でも、ありがとう。そうだ。ちょっとお腹空いてきちゃったし、どこかで食べていかない？お礼に私がおごるから。私には奢られたくないって言うの？
フィールドのモンスターはまだ私には手強すぎるし、街にいてもスキルの訓練以外やることもないしね。だからいろいろなお店を見て回っているの。それにしてもゲームなのにいろいろなお店があるのね。これは夢中になるのもわかるわ。雰囲気がね、落ち着ける感じ。何でも好きなものを頼んでいいわよ。期間限定メニューはリンゴのシブスト。これを目当てに一人で何度も通っちゃったんだから。不思議。リアルでは会ったこともないあんたと喫茶店で一緒にお茶してるなんて。でもこれってゲームの中の出来事なのよね。実体のない夢みたいなもの。食事には誘ったけど、デートだとかそんなつもりじゃないわよ。さて、私も食べようかな。あんたが食べてるのもらい。